ス多摩川男女ダブル優勝戦ボートボーイカップ最終日、いよいよシリーズラストです。今度はうちで決まるか、長島強気に展開乱れるかという女子の部優勝戦12レースが始まっています。まず待機行動枠なりに進んでおります。女子のベスト6強、1号艇住ひとみ、2号艇長島真希、3号艇山川美幸、4号艇大滝飛鳥に、5号艇藤田美代、6号艇倉田郁美、以上のメンバーによって行われております。まず1コースには久しぶりのファイナル高枠1番のスミ、男子の部員が敗れた直後ではありますが、それはそれ、なんてったって勝利付きです。1番スミひとみの陰線人気の中心です。そして対抗人気は2番の長島真希、1マーク内か外か、今年破竹の勢いが怖いところであります。あとは3コースには何かしら絡むだろうという信頼と実績3番山川美幸であります。そしてダッシュをつけていきました。4コース角1、抑えて安心の大滝の安定感、4番大滝飛鳥は4角です。そして5コースに5番の藤田美代、6コースには6番の倉田郁美と収まっていきました。今節は同県長島をまくったインパクト強烈倉田です。並び枠なり体型3対3 12レース女子優勝戦です。進入体型インコースから123ダッシュが456です。2番の長島覗いた覗いた、隅より覗いた、一周1マークどうでしょうか。隅まず先前、2番の長島正攻法差しです。3番山川も差し、4番大滝中行ってトップ争い、2番長島打ちを取ってきました。差しから長島打ち取りました。覗きます長島、これを追って隅はちょっと苦しい外からです。スタートは前提正常、3番山川単独の3番手、山川この2マーク小回りも先手は2番の長島揺るがず、長島先手抜け出していきます。1番の隅は山川回して遅れ、213で戻ってまいりました。さあ4番手以降は4番の大滝、5番の藤田、6番の倉田と2周目に入っていきました。これから2周1マークです。3番の山川ですが、1番隅の内の方を狙っていきますが、この辺りは隅かわしていまして、体勢はそのままバック側へと抜けています。徐々にその隊列の方が長くなり始めてきています。先頭から2番長島、1番隅、3番山川の順となっています。これから先頭2周2マークです。トップは2番の長島、これを追って1番の隅、あとは3番の山川とホーム側へ折り返してまいりました。これより最終周回に入っていきます。12レース女子の方の優勝戦です。人気の逆ワンツーという格好から先頭は2番の長島真希、最後の第一端幕の旋回に入っています。今年もう6度目の優勝ということになっていきそうです。長島十分なリードを築いています。そして1番の隅は追走の2番手、それから3番の山川です。覗いたスリットを見たときはどうなることかと思われましたが、ファン選抜では強気な攻めも見られましたが、この優勝戦は内を差してという長島真希、手堅く差しハンドルから優勝をつかみ取りそうです。213で戻ってまいりました。次の地元浜名湖周年追い風、先頭は2番の長島優勝のゴール、1番隅ゴール、3番山川ゴールです。後方は4番6番5番で五輪。以上第12レース女子優勝戦でした。